で、背中触っていきますと、ここ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 、あと、ここ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 が硬くなってるんですね。で、特にこの辺がどんな感じかって言ったら、冷凍庫の中のお肉みたいな感じでガチガチになってます。で、それをね、今からね、生肉に戻していくんですけど、その過程がとても痛いです。で、この背中、ね、痛かったでしょ。で、この背中の疲れって言うと、足の疲れから上がってくることが多いので、足からしっかり緩めていきますね。こんな感じの強さ。これが痛いけど気持ちいいぐらいの強さです。痛いです。痛いです。力を抜くべきなんです。でも抜けないですね。抜けた方がいいですけどね。一応ね、息を吐いて、抑えられた時に息を吐くと、まあ楽に抜けれるんですけれども、おお、いけそうですね。下になるほど痛いです。下になるほど、この辺がちょっと痛いですね、はいはい、まだまだ強くすることは全然できますから、遠慮なくおっしゃってくださいね。十分です。腰に来たり背中に来たりね、していきます。また始まったとこですよね。まだもうなんか十分になってる。まだ2分しか経ってない。これはあと60分続きますからね。大変。ちょっとできるかな。痛いところっていうのが、まあ筋肉が汚れてるところ、まあ疲れてるところですね、はい、になるので、それだけまあ足が疲れてるとかむくんでるよってことですね、はい、なるほど。すぐむくみますでも足。あ、だったらね、できたらね、あの締め付けるタイプの靴下とかね、今履かれてるようなタイツとか履かれると効果的なんですけどね。そうですか、はい。笑いが出ますね。いや、本当に痛すぎると人って笑っちゃうんですよね。いやですね。全然力入れてないんですよ。すごい力してる。コツがあるんですよね。仕事とかでもなんか難しい数式入れるときになんかコツが分かっていればパンパンとできたりするじゃないですか。はい、あの感じです。抑え方があるんですね。あ、そうです。ちょうどね、足がむくむところがね、一番あの重要な場所ですね。自分でも揉もうと思うんですけどね。なかなかね。
ジャンダーはできないですよね。そこは思いっきりやりますからね、そのお店は。はい、では反対側に座ってみますか。はい、また始めから。こっちの方が痛いです。大体ね、皆さん左足の方が、ね、痛くなったりすることが多いですね。探せますね先生って言われるんですけど、痛いとこしか抑えませんからね。あ、すごい痛い。地味に痛い。でもほらだいぶ痛みが減ってきてるのが分かります？痛い、まあ、まだ分かんない、ね、まだ分かんないです。ちょっと減ってきてるでしょ。はいはいはい、はい、その減ったんです。はい、知ってます。内側はもっと筋肉をしっかり使うようにできれば足も細くなるし、体もすっきりしてきます。すごい痛いです。知ってます。内側弱いですね、この筋肉が。ああ、ですよね。その内側の筋肉が使えるようになると本当に一流選手みたいな体つきになりますから。皮が剥がれそう。皮剥がれない。安心してください。そんなことしませんよ。見つけられてしまう。はい、見つけます。